じゃあ今日はね、はい、すすきだかねすけの、はい、な何があるんですか。お墓。お墓。お墓。もうはびきるといえばお墓ですよ。もうお墓しかない。お墓しかないんで。イメージなんで。おそらくやけどこの動画2本で終わるんで。嘘。お墓ばっか見せられても。はいはいはい。あのちょっと年齢層高いんで視聴者さん。はい。あそうか。何かこう湧き立つものが出て。あなるほど。俺もお墓ってなったら困るんで。あそうか。俺も墓に早くみたいになったら困るんで。はいはいはい。それは有名な人なんですか。これね、あの秀吉とか、はい、あと秀頼に仕えた人なんですよ。はい、これですね。あこれ。これ。あこれ。おお。あ、まあまあ立派じゃないですか。いいですね。家建て思ったら建てれる。建てれますよね。十分建てれますね。土地がありますね。ありますね。その奥行けますね。すすきだ隼人の、なんで大阪の陣で。いや、ね、はい、大阪の陣でも生き延びたみたいですね。あ、生き延びたんですか。生き延びた。すごいです。でね、秀吉の馬回り衆として使い取ったんですけど、はい、秀頼の時代にはね、はい、侍大将やったかな、なんかちょっと出世してるんですよ。ジャイアンさん的な。ジャイアンさん的な。侍大将。侍大将、はい。侍大将やったかな、ちょっとそこうろ覚えなんですけど、はい、でね、はい、大阪の陣に参戦をしたんですけど、はい、戦ってる時に、はい、遊女と戯れとったらしくて、はい、まあ、生き延びたんですけど、はい、まあ、軽蔑されてるっていう。あ、そういう意味ね。そういう意味。そういう武将らしくて。え、まあ、行きましょうよ次。行くんですか。まあ、でもそこだけ切り取ったらね。そこだけ切り取ったら。切り取ったらあれなんですけど、まあ、多分でも。え、でもそれって松代までのみたいなとこがあるじゃないですか。まあ、そこだけ切り取ったらね。多分もっと武功を上げてると思うんですよ。出世してるから。僕を上げてる人はそれでもいいんですよね、はい、何やっててもね。そうなんです、そうなんです、基本的に ね。これでもガチお墓ですか、石だけじゃなくて。いや、そこまでは分かんないですけど、石は社を言って、石は社を言って、はい、雰囲気めっちゃいいですね。でかい木も立っててね。はい、あれ木好きなんでしょ。あれ抱っこせんでいいですか。あれは大丈夫です。あれは大丈夫ですか。帯とか巻いてない。巻いてないからね。で、次のお墓行きます。次まだあるんですか。お墓しかないんで。お墓しかないんでね、はい、はい、それあのブドウとか行けばいいんやろ。あ、かわいいかぼちゃ、かわいいかぼちゃ、かぼちゃ、はい、取ったらダメですよ、はい、ブドウないんですか。ブドウ、こういよいよこのシリーズ相当おもんなくなってきましたね。いや、大丈夫です。次、古戦場行きましょうか。古戦場行きましょう。古戦場行きます。はい、ただ古戦場ほど面白くないもんないですからね。何もないですからね。いや、あれはね、鎌田さんでしたっけ。いや、違います。すすきだ、すすきださんがお家を置いてくれとったかよかったけど、はい、もうそういうのなかったらほんまなんてないですからね。そうですね、はい、あんまり知らん武将やしね。そうですね。じゃあ行きますか。行きますか、はい、じゃあ今日はね、はい、今日はね。続きですよ。どうなるか分からへんから。あ、そうです。これの刻むかも分からんしね。これで結構長くなったらこれで一本いくんで。あ、そうですよ、ね、はい、はいはいはい、さっきのちょっとおかしくなるんですけど、はい、その雑さもまた古戦場や言うてんのにね。はい、古戦場来ました。古戦場もある神田八幡宮。はい、あ、こんな感じで昔はね、はい、昔はこんな感じで戦国期の話。あのね、この辺ね、結構戦が起こってたらしいんですよ。あ、そうなんですか。めっちゃ綺麗じゃないですか。え、でしょ。ちょっと舐めとったんですよね。だから 2,3 分でちゃちゃっととか言うとったら、はい、結構。いや、米安がね、はい、僕は舐めてないですよ。僕は僕はある程度下調べしてるんで。さっきのお墓とか、はい、はい、いや、お墓は知らないでしょ。ただね、え、はい、戦国好きでしょ。はい、だからお墓も行っとかなって。そうですね。いや、でこれ正直あんまないんですよ、はずきの。あの、古墳はいっぱいあるんですよ。はいはいはい、ね、だから米安に気に入っていただけるところがそんななくて、はい、ああ、無理かな。あ、すげえ、馬が、かっこいい馬が来てよかったじゃないですか。よかったです。ここいいですね。ここ仕事終わりで全然来れますね。いや、確かに確かにね、駐車場もあるし、はい、馬見ときます。馬、黒い馬ですよ。しかも黒い馬、ブラックホース、はい、かっこいい、かっこいい。あ、普通ね、でもね、はい、普通ね、はい、普通ね、はい、馬の上に武将乗ってないですか。
確かにね。馬だけですね。馬だけ。絵馬的なもんかもわかりませんね。なんか馬がなんかあるんですかね、そういう。はい。ほんで古戦場は？古戦場もこの辺になんか立ってるはずなんですよ。なんかありましたよ。ありました。昔の絵図みたいな。あ、木屋さんでもうた。昔の絵図。また木屋さんでもうた。あ、多分あれやと思うんですよ。おうおうおお。いやもう便おらんなってもうた。あったあった。これでしょ多分。これ違いますね。これ違いますね。安山、あ、安山の木。安山のあれもあるんですね。これいいじゃないですか、仕事終わりに。あ、ほんまですね。あの、ね、奥さん妊娠してよかった、仕事終わりに。いや、ほんで、ほんま静かやしね。ここいいですね。いいですね。舐めとったらダメですね。だから舐めたらあかんって言ってるじゃないですか。で、古戦場はどこなんですか。古戦場探します。ここの門ありますよ。昔はここが門やったんですかね。これこれどうでしょうね、裏門かもわかりませんね。この井戸も古い井戸なんでしょうね、きっと。井戸なのかな。あ、水遊び背のことって書いてますよ。ああ、なるほど。で、古戦場が特にないんで、あるはずなんですけど、はい、見当たらないんで。あ、こあれ、あったあったあった、あこれ、あ、ここでこれ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 。あ、ほんまや。ほら、よかった。これ、こんだ林っていうのは通称とんだ林ではないんでね。あ、そうなんですか。こんだ林なんでね。なるほど。とんだ林、まあでも聞き間違いっていうのもあるかもしれない、はい、実はここじゃなかったみたいな。ああ、なるほどね。あの、こんだ林の古戦場って書いてて、はい、ほんまとんだ林やったんですけど、はいはいはい、聞き間違えてここになった。なんか伝言ゲームみたいに、みたいな、伝わってる間に。そういうの歴史って絶対あるんでね。あ、確かに確かに、あるでしょうね。はい。で、ここ歴史古いんですよ、だから畠山やら、細川やら出てきますよ。で、大阪夏の陣までね、はい、あ、さっきの人もここに陣を置き、あ、ほんまや、これで遊女と戯れ。あ、そうそう、あ、ここで遊女と戯れとったんじゃ。あくまでも戯れたって言ってるだけなんでね。あ、はい、何をしたかまだ知らないそうですね、はい、つながりましたね、さっき。つながりましたね、さっきとね。じゃあこれで1本ですね。これで1本ですね。あの、さっきのと合わせて1本ですね。なるほど。じゃあ最初の今日はねはいらんかった。そうですね。ほんなら長々となってもあれなんで、はい、次の動画もお楽しみに。